どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。手札全部捨ててが役、リュウです。さあ、本日は新パック、9月1日の0時にね、実装されまして、また新パックのカードを使って、デッキをまたどんどん作っていくことになると思うんですが、一発目はですね、まあ、生放送でも使用いたしました、ワルキューレデッキ。可愛いんですよね。あまりにもイラストのアドが高すぎる。モンスター軍ワルキューレ、天使と光属性のモンスター軍で構成されておりまして、太ももが全員今素晴らしいんですけれども、見てください、これ見てください、素晴らしいですね、全員ほん素晴らしい。これ馬どけっていうね、馬そこどけっていう、まああのそういうデッキなんですけども、ねこれどういうデッキかっていうと、その OCC の方では、まあ、バトルフェーズを2回するっていう、なんかもう1回我のターンみたいな、ずっと俺のターンみたいなデッキなんですよ。そのボリバルザークみたいなね、ドゥエモでいうところのボリバルザークみたいなデッキなんですけれども、リンクスだと、まあ、ちょっとそのキーカードがないので、また歯抜け実装ってやつなんで、まあ、中速ビートダウンデッキみたいな感じになってますかね、一応ね。で、どういう、まあ効果を皆さん持っているかっていうと、ワルキューレって結構特殊召喚に成功するとなんかしますとか、召喚に成功するとなんかしますみたいな効果たくさん持っていて、全員がすげえ横に並べられるんですよ。横に並べて、展開して、でエクストラデッキで使わないんですけども、横に展開した上でめちゃくちゃ、相手のモンスターに触って、で盤面ガラキにしてぶん殴っていくみたいなデッキなんですね。で、例えば、これドリッドはエアーマンです、デッキからワルキューレドリッド以外の、ワルキューレをサーチできると。で、ツバイト、こいつはもう単純で召喚特殊召喚に成功すると相手のフィールドモンスターを破壊すると。これ特殊召喚に成功すれば何でもいいんで、結集とか、これ結集とか結構相性いいんですよね、スバイトは。でも相手ターンに出すことによって相手ターンで妨害ができるっていう感じですね。で、シグルーンは、永続魔法とか永続トラップとかって表側であるじゃないですか。まあ、フィールド魔法とかでもいいんだけど、そういう表側表示の魔法トラップカードを1枚墓地に送ることによって自身を特殊召喚できると。最上級モンスターで特殊召喚に成功すると、自分の手札か墓地からでワルキューレモンスターを特殊召喚できるっていう効果を持っていますと。で、これでまあなんかいろんなワルキューレ出していけるんですけども、これとかはワルキューレのカードの効果で特殊召喚に成功すると相手のフィードのモンスターの打点が1000ダウンするよっていう効果、そして、こいつがいると、あの相手だけ、マクロコスモスみたいな疑似マクロコスモスみたいな効果を持っている。でそしてブレンヒルデちゃん、かわいい、これ UR なんですけども、これは、相手モンスターの攻撃宣言時にこいつの守備力を1000ダウンさせると、自分のフィールドのワルキューレが戦闘では破壊されないっていう効果を持ってるんで、まあこれ本当いるかわかんないんですけども、一番打点が高くなるんですよ、この人。3000、1500足すか、3300になるんですよね、最大打点が。なんで、まあ、かわいいし、入れてますっていうことですね。で、キーカードはやっぱね、このエアーマンとこのフィアットちゃん、これめちゃくちゃ強いです、フィアットちゃん。かわいいし、この子一番かわいいし、一番強いです。これ戦闘で破壊されるとデッキから割り切れモンスターを特殊召喚するって思ってるんで、これ何にでもなれるんですよ。これ自爆特攻もできますしね。これめちゃくちゃ強いです。この丸2番の効果が。で、そして丸1番の効果もめちゃくちゃ強くて、自分以外のワルキューレの数だけデッキトップめくるんですよ。で、めくって通常魔法か通常トラップだったら、手札に加えるってことができるんで、通常魔法とか通常トラップを多めに入れて、まあ、そこの人がそういうのでもいいけど、まあ、そういうカードをなんか、入れて、サーチ、疑似サーチできるようにしたいな、みたいな感じですね。で、まあ、いっぱい並ぶんでエネミーコントローラーは強いんですよね。だからこれちょっと2枚入れてるとかもありました、時期は。で、この、抱擁が、これ、まあ、ドリッドからもちろんサーチできるんですけど、ワルキューレカードなんで、これが結構強くて、ワルキューレモンスターしかいない場合、自分のフィールドに、自分のワルキューレを、守備表示にすることによって相手のモンスターを除外するっていう効果を持ってるんで、まあ、これで相手のモンスターを除去していく。このカードとツバイとか、これで除去していく。で、こいつで打点を下げる。で、こいつで、まあ、バック破壊したり、前破壊したり。で、これで特殊召喚成功時の方が使っていくみたいな。まあ、そんなデッキにしてまいりました。でですね、おしゃれポイントは、もうほぼ使わないですけど、ほぼ使わない、氷国竜トリシューラーは一応出せるんで、めちゃくちゃ並ぶんで、このデッキ。なので、一応一枚だけ入れております。はい。これもう、マジでこのデッキで出すこいつ、バーニラなんですよね。いる意味あんのかな。でこれなんで暗黒の、古代の機械のスキルにしているかというと、これ永続魔法なんですよ、このカード。これ永続魔法ってツバイトが戦闘を行うとダメージステップ開始時じゃあ間違えたダメージ計算後
に回収できるんですよ、永続魔法が。だからもう一回そのシグルーンのコストにできたりするんで、まあ暗黒古代のキャラが一番相性がいいかなと思ってこのスキルにしていますって感じですね。はい、全く関係ありませんこいつらに。というわけで早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、あーこういう感じね。こういう感じか。これは一応セットか。これセットかね。セット、まあこれカードセットするか迷うな。一応セットする。セットするは意味あんまないんだよな。防御団に、まあ、一応ワンキングじゃないか。一応セットするか。まあ多分これ何もない、もうセットしなくてもいいけど、これすげえよな。この子可愛すぎない？これデザインした人天才でしょ。天才としか言えないわ。これへそはもうなんか50、この間も言ったけど56時間ぐらい舐めれるわ。お、なんだ迷宮作成。なるほど、迷宮作成ちょっと辛いが、あーそういうデッキね。それてかさ、サブテラーなんかちょっと多いの。なんでこれどうしよっかな。これはまあ、でも殴られてよくて、別に殴られるのは別によくて、でフィアットで出すのが問題。戦闘開始された場合割り切れモンスターの特殊ができる。さあ何持ってくるかはかなり問題だが、そうですね、そうは言ってもなんですけど、これはだからツバイトを出せばいいんだ。ツバイトを出して、ツバイト出してで、これはこっち破壊すればいいんじゃないか。こっち3000打点超えらんねえもんな。3000打点超えらんないから、これ破壊して、よし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 、伏せないのはでかい。 OK でだ、でドローだ。はいはい、あ強すぎますねこれは。これ最強ですね、あまりにも最強で。ワルキューレの抱擁を使うんですよ。これは攻撃表示モンスターが存在する場合に、この攻撃表示モンスターを守備表示にすることによって相手のモンスターを除外するっていう最強魔法。はい、はい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 。で攻撃表示変更するわけですわ。で永続魔法を墓地に送り、現れよワルキューレシグルーン。そしてシグルーンの効果発動。てことはもうちくは墓地よりワルキューレモンスター一体を特殊召喚できる。俺は墓地で存在するワルキューレフィアットを特殊召喚。そしてワルキューレフィアットのモンスター効果発動。自身以外のワルキューレカードの数だけ。デッキをめぐり通常魔法、通常トラップがあったら手札に加えることができる。強すぎー。カードを1枚セット、バトルドラーえ、ワルキューレ環境ですね。これは環境トップってきました。そしてワルキューレスワイトの効果を発動。墓地の永続魔法カードを手札に回収。ダイレクトアタック、対戦ありがとうございました。グッド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 。いいな今のは。ちょっとな、ちょっと打点がな、打点きつい。ブラックマジシャン2歳も打点勝てねえのマジでやべえだろこのデッキ。あでもこれは結構、あでも3クセか、3クセちょっと怖いな。3クセ、まあ、めっちゃ光る。とりあえずドリットからいきましょうか。まあ、悪くないんじゃないこのハンドは。でドリット召喚して、でこれサーチ、特殊召喚したいモンスターを持ってくればいいんですよ。これはあのシグルンがいるんで。この場合はね、エルダでいいかな。これ悩むんだよね、ここね。ブリューヒルデでもいい。ここはエルダでもいいし、ブリューヒルデでもいい。あフィアットでもいいね。フィアットにしよっか。ここなんもないから、これ魔法トラップ触れないんですよこのデッキ。このデッキね、ま、メインギミックで魔法トラップなんか触る手段ないんですよ。なんか知んねえけど、なんでなんでしょうね。で安定キャッスルを墓地送り、特殊召喚していく。さあここでコズミックサイクル打ってくるか。あーこれコズミックサイクルはきついが、まあでも悪くはない。別に結集があるから悪くはない。でこれもう一枚コズミックサイクロンがあるとめんどくさいので、一応ガン伏せしますか。一応ねこれ結集抜かれたくないんで、これガン伏せして、でもうどっちにしてもすり替えされるんでバトルで、ダイレクトアタックでかましていく。まず OK でターン終了。これフィアット悪くないんじゃない。でもこれ戦闘で破壊されるとリクルートできるんですよ、ワルキューレを。なんでもね、でこいつ結構強いんですよ、自爆特攻いけるんで。さあすり替えていく。さあカード2枚、なんだろうな、すり替えバレットみたいな感じ。ちょそんな環境でいんのここに。ああなるほど、
これまだいっか。じゃあここはまだ結集使わなくてもいいかなと思うので、これ一回スルーで。上級割り球でちょっと癖あるんですよね。そう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 。あ、ツバイト来たか。これは強いけど、これ表側だけだっけ、ツバイトって。モンスター一体を破壊する。どっちもいけるやん。最強すぎないですかこのモンスター。強すぎませんか。さあ一時の結集を発動。転移速モンスターを選択し、手札もしくは墓地より転移速モンスターを特殊召喚できる。割り球でシュグルーンを特殊召喚。そしてこのカードが特殊召喚に成功した場合の効果を発動。手札墓地よりさらに割り球でモンスターを特殊召喚できる。現れよ割り球でツバイト。そして割り球でツバイトのモンスター効果発動。特殊召喚に成功した場合、相手のフィールドのモンスター一体を破壊する。え、強っ、え、強っ。あ、エネコン。なるほど、なるほど、そっちか。で、これはじゃあ、え、これ自分で特攻して殺しに行く俺これ自分で特攻して殺しに行くっていう選択肢なんだよな。一応フィアット召喚しましょう。これなんか光ってね。でもね、なんか光ってるわ。とりあえずちょっと特攻して殺しに行こう。一回ちょっとおもろいことするわ。まずフィアットってぶん殴るんじゃんこれで。まずフィアットぶん殴るんですよ。でフィアットはこれ自爆特攻できるんで、これ破壊される。あ、やべ、フィアットの効果使わせた。ちょっとごめんね、プレミした。フィアットの効果使わせたが、まあそれはしょうがない。でこれで自爆特攻を行い、でフィアットが破壊されたので効果発動をし、これ相手のフィールドモンスターの打点下げるか。これ難しいな。戦闘破壊とかどうでもいいだろう。こうしよう。でエルダ出して、さあ相手の打点が1000下がった。で2000でアタックしていく。でバトルステップ入って、バトルステップ入っていくぞ。止まるんじゃねえぞ。バトルステップコマンドを入力。左右 AB。 そのモンスター俺のモンスターだ。返せ返せいっけー、ダイレクトアタック。おーっと、ただしこれは間に合わねえ。その処理は間に合わねえ。ダイレクトアタック、とりゃー、これが割り切れてきてよ。今ちょっと効果使い忘れたのは本当にごめん。さあお相手の方、たくまさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。バカ事故ったわ。ちょっと待ってバカ事故ったわ。ちょ、上級しか来ないっていうねパターンがありますんで、これちょっと注意してください。これトラミットのね、いけないところでね、上級しか来ないとマジでやばいこと起きるんですよね。こういうね、ほんと何もできないっていう、まあ、ちょっとドリッドさんかフィアットさんか、そのあたり来てほしいなっていうところあります。さあ光の援軍で、オッケー、援軍生還オッケー、了解。ライトのサマナはルミナーズオッケーで、ソーラーエクチェンジオッケー。いや頑張ってんな、おいやるな、頑張ってんな。なるほどな、はい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 、いいですね、オッケーです。青眼なので、まあ、太鼓しながらまだいいか。太鼓しながらまだいい。そのワンキルとかはされないでしょ、さすがに。そんな判断には。で、ルミナスオッケー。オッケー。ルミナスもオッケー。ちょっと本当に、柿モンスター引こう。柿モンスター引こう。新生姜も入ってる。オッケー。ちょ、マジで柿モンスター引こう。もうならもうしょうがないわ、ナラシンクロは。もうオッケーオッケー。全然いい。それは全然いい。問題はない。で、これワンキルされるこれ。俺。されないよね。このナラシンクロ止まるでしょ、これ。でブラックローズ、まあ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 、そんぐらいいいよ。全然許しさせましょう。で一億の結集の効果と破壊されるともう一回セットできる。オッケー。さあ耐えろ耐えろ。多分ドリッドちゃん来てくれ。魔法石の採掘、魔法石の採掘。なるほど、魔法面白いカード入ってんな。光の導き、やばいこと起きてる今。やばいこと起きてる、やばいこと起きてるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、え？え？